松平新福は、東都海浜松藩、第二代藩主、三河吉田藩初代藩主。松平伊豆守家大河内松平家古代。教法4年4月4日、浜松藩初代藩主、松平新宿の長男として、柳下屋敷で生まれる。側室の子であったが、父の性質聞く姫に子がなかったため、生後感もなく、着手となる。教法15年正月昨日に、 新又と名乗る。教法18年12月18日、15位下、左衛門の差に助任する。延教元年6月4日に、老婦の医療7万国を継ぎ、6月10日に、伊豆守と改める。寛延2年10月15日、浜松から吉田に転覆される。法暦2年7月、犯行実習館を設立する。明和5年8月から晴れ物を患い、江戸から、 おまみいし、徳が賢州を招いて治療に当たらせたが病状は回復せず、9月19日に吉田城内で死去した。去年50。新福の父新宿は教育熱心であり、お牛空いの弟子三浦地区ーを招聘して死死である新福の教育に当たらせた。地区景に指示した新福は高額の殿様となり、死海赤いが、 古学の研究や横笛の演奏などで優れた才能を発揮した。その一方で、幕府老中として、教法の改革の一翼を担った父と違って、幕政への意欲を示すことはなかった。新服が死去した際、領民の中から棺の搬送を希望する者があり、裁量賞や3人と人足60人がこれに参加した。領民を憐れむ政治を行った。 心福の人柄を伺わせる事例である。ありがとうございます。